は日本海軍の駆逐艦、秋月型駆逐艦の11番艦である。計画番号順では、本艦の後にか月が続くが、竣行としては、本艦が秋月型の最後となった。艦名は、片桐大臣の研究によれば、夏の月の意味。1941年の戦時急増計画歌唱、第364号艦。 佐世保海軍交渉で1944年5月1日に寄港、同年12月2日に浸水、1945年4月8日に竣工、クレチンジュ布石となった。当初は三菱長崎造船所で建造される予定であったが、船票改定により佐世保での建造に変更された。また、当初は昭和20年3月末の竣工予定だったが、 機銃の入出演により、春行期日が遅れた。収益後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。4月20日に残工事を終え、翌4月21日に瀬戸内海に向けて出航するところ、工事の都合により出航予定日は4月23日、4月24日と繰り下げられ、4月25日に瀬戸内海に到着して訓練を開始した。 5月20日付で、第31戦隊、軽巡洋艦、北上、駆逐艦、波風とともに、海上停戦部隊を編成し、ついで5月25日付で、第41駆逐隊に編入される。この間の5月3日には、第11水雷戦隊の臨時機関を務めた。 6月16日、六連島灯台の193度3100メートル地点でシシ、植来市昇派。佐世保に栄光の上、佐世保海軍交渉で7月1日から25日の間修理を行った。終戦を文字で迎えた。本艦が秋月型の中で完成が最後で終戦まで4ヶ月ほどであり、大規模な戦闘には参加できなかった。10月5日、 除籍。その後は福井輸送艦となる。横須賀で特別保管艦として、軽流の後、1947年8月25日に、浦賀で賠償艦として、イギリスに引き渡されるが、直ちに浦賀選挙に売却された。和木は、同年9月3日に特別輸送艦の指定を説かれた。9月10日から解体が開始され、翌年3月1日に完了した。 客中なき限り、艦長たちの軍艦誌360ページによる。西野茂中佐、1945年2月15日から1945年4月8日、1945年12月20日、以降は、艦長。西野茂中佐、第二福音館、第二福音事務館、福音事務館。 1945年4月8日から1946年12月28日、以後1947年8月5日まで館長を、おかず。松下博士福音事務官、1947年8月5日から1947年9月5日。ありがとうございます。